もはじめまして。鎧とか武器を作っている佐藤修介です。今回はメイスを作ったのでお披露目します。あと投稿期間が空いたので近況報告を動画の最後でします。リハビリ目的で作ったので途中の動画はありません。メイスです。ガチの鉄製です。前から作ってみたかったんですよね。で、実際作ってみたらとても大変でした。昨日テストをやります。3種類の木片を用意しました。左からスギ板、1×4、2×4 です。これらを殴って破壊力を試してみます。まずはスギ板から。木材としてはかなり脆い材料です。すごい綺麗に粉砕できました。スローでもう一度。粉々です。1×4。これは多分松かな?この材料はそれなりに頑丈です。これを使って棚とか机を DIY する人もいますよね。3回で粉砕できました。粉々です。骨とか簡単に砕けそうですね。2×4。先ほどの材料の2倍厚いです。これはさすがに無理かな?傷だらけですね。作るときに強度確認で軽く殴ってました。完成してからは殴ってないので緊張します。壊すことはできませんでした。しかし、かなり深く入ってますね。甲冑とか着てても有効打になりそうです。恐ろしいですね。これだけ殴ってもメイスは壊れませんでした。また、昨日も大丈夫そうです。ほっとしました。次は重さを測ります。このメイスはめちゃくちゃ重いので5キロくらいあると思います。約2キロですね。え?これ2キロなの?やっぱ2キロだ。重心のせいか実際の重さよりとても重く感じます。ちなみに、Twitter で教えてもらったところ博物館などに展示されてるメイスは 1.5 キロらしいのでこれは重いですね。このメイスの一部のパーツは銀ロウで接着しています。過去に作られたメイスの画像を見ると、銀ロウで接着している可能性が高いと個人的に思いました。時代的にも溶接はなく、資金的接合はロウ付けと単接くらいしかなかった。また、入手難易度と作業性、耐久性を考えるとこれかなと思います。資金的接合とは簡単に言うと金属を溶かして接着する技法の総称です。塚頭とグリップ上部の飾りをロウ付けしてます。
ちなみにこの500円玉みたいな色をしているのが銀狼です。飾り唾です。ここはジグを作ったりヤスリ掛けを頑張ったところです。穴が開いてますね。ここは紐を通して吹っ飛ばさないようにするために開けてます。それと、パイプなのでロウ付けで起きる熱膨張で爆発するのを防ぐために開けてます。先端の羽はロウ付けがうまくいかず溶接にしました。失敗しまくりで、腕が足りませんでした。本当はロウ付けしたかったんですけど、どうやってもうまくいかなかったので泣きました。先ほども言いましたが、てっぺんから後ろまでパイプです。わかりやすいように針金を差し込んでみます。元の材料は配管用鋼パイプです。なので頑丈だと思います。ちなみにパイプをねじるのは気持ちよかったです。とても楽しかったので皆さんもメイスを作ってみませんか？メイスのお披露目は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やお気に入りをよろしくお願いします。近況報告です。1年半前から仕事がとても忙しくなり制作ができる時間が全然取れませんでした。土日含め半年以上休めない状況が続いて精神的にも肉体的にも辛かったです。幸いにもお給料はとても上がったので良かったです。世界情勢に影響が受けやすい業種なので今後もめちゃくちゃ忙しい可能性が大です。このメイスは偶然にも時間が取れたので作ることができました。また時間ができたらなんか作ろうと思います。それと、少しお金が入りようなので販売用に何か作るかもしれません。よろしくお願いします。それでは良い甲冑ライフを。